ウェスティンホテル仙台は、宮城県仙台市青葉区の仙台トラストシティにある、マリオットインターナショナルによる、高級ホテル。仙台トラストシティにある、低層棟の1階から3階及び仙台、トラストタワーの25階から37階に入居し、客室数は292室、平均客室面積が約43平方メートル。ロビーは、低層部1階にあるが、 宿泊客向けのフロントは、高層棟26階にあり、エグゼクティブラウンジも同階にある。35階と36階が、エグゼクティブフロアとなっており、インペリアルスイート、プレジデンシャルスイートなどがある。東北地方発の外資系高級ホテルは、温泉旅館や温泉リゾートホテルとして、世界で初めて、ザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールドに加盟認定された、地区泉荘。 マウントザオ温泉リゾートスパであり、2010年4月22日にオープンしたが、当ホテルは同年8月1日に東北地方発の外資系都市型、高級ホテルとして開業した。共通点の多い両社は、国内や中国の富裕層をターゲットにした両社を連泊する宿泊プランを2011年1月5日から発売するなど、連携を見せている。 仙台市内への高級ホテルの誘致には仙台市役所の要望があったとされ、市は当ホテル開業によりコンベンションや観光の需要が喚起され交流人口が増加することを期としている。などホテル1階のロビー26階にあるフロントエグゼクティブクラブラウンジ。ありがとうございます。